地上からバイストンウェルへと召喚された生体エネルギー、いわゆるオーラ力の高いものを人々は聖戦士と呼ぶ。本作品の主人公であるショウザマはこれぞ聖戦士という実力を持った人物である。しかし私たちはバイストンウェルの物語の記憶を記されてこの地上に生まれてきたにもかかわらず、真の聖戦士たる人物を忘れてしまっているのではないだろうか。その人物こそがチャムファウである。一説によるとこの小さな実フェラリオがいたからこそのショウザマの活躍であったとも言われているほどだ。今回はそのバイストンウェルの物語における真の聖戦士チャムファウをはじめとする実フェラリオの影響力について考えてみたい。例のごとくあくまで個人的な考察になりますので、気軽な気持ちで見ていただけると嬉しいです。マーベル、キン、大丈夫か？損傷は？ありがとう、キャノピーをちょっとね。こちらはなんとか。でもチャム師匠、戦闘中に私のことまで心配してくれなくてもよかったのに。何言ってんの。今日のチャムはパワフルフェラリオなんだよな。チャムファウとショウザマ。元来オーラバトラーというマシンは登場者のオーラ力と呼ばれる生体エネルギーを動力源とする人型戦闘用ロボットである。そのためマシンの性能だけでなく、それ以上に登場者のオーラ力の高さが重要となる。本作品の主人公であるショウザマは物語に登場する聖戦士の中でも高いオーラ力を持つ人物。そのため劇中では圧倒的な力を誇り、敵であるドレイク軍の聖戦士や騎士を次々と撃破していった。そしてその横にはいつも相棒とも言える実フェラリオのチャムファウがいた。しかし物語序盤においてはライバルとも言える聖戦士の一人トッド・ギネスやドレイク軍のアレン・ブレディなどに遅れを取ることも多々あった。もちろん様々な戦いを経て小自身のオーラ力が強くなっていったというのも大きな要因であると思うが、当初はチャムが一緒にダンバインに登場していなかったというのも事実である。劇中でチャムが本格的にショーの乗るダンバインに同乗し始めたのは第16話の東京上空からだ。チャムが同乗したことによってオーラ力が増幅したダンバインとショー、さらには試作型のオーラ増幅機を積んだバストールによってオーラ力が極端に増強されたガラリア・ニャムヒー、この2人のオーラ力がぶつかり合ったことで地上へのオーラロードを開いてしまうほどの強力なオーラ力を発揮したのである。このうっうっ必殺オーラ斬り。地上から帰還したショーの乗るダンバインが放った技がチャムが命名した必殺のオーラ斬りである。その内容は強力なオーラ力をまとわせたオーラソードで敵を切り裂くという単純な技。ちなみに劇中でオーラ斬りという名前でこの技を放ったのは2度のみである。もちろん共にチャムが同乗した状態で使った技であった。単にショーがオーラ斬りという名前を認識していなかっただけなのかもしれないが、その後バイストンウェルに戻ったショーは地上より新たに召喚された聖戦士のアレンと戦うもとどめを刺される寸前まで追い詰められてしまう。その際も偶然か否かチャムはダンバインには同乗していなかった。ちなみにそのすぐ後に行われたカラカラの戦いではチャムが同乗したダンバインでアレンのノルビラン B を圧倒している。リムルルフトの活躍。ゼラーナ隊の下でリムルルフトがドレイク軍の聖戦士たちと戦った際もチャムの力が発揮された。オーラバトラーの操縦に関してはほぼほぼど素人のリムルが旧式のダーナオ C に乗って聖戦士フェイチェンカの乗る新型オーラバトラーレプラカーンに大ダメージを与えたのである。もちろんその際もチャムはリムルの乗るダーナオ C に同乗していた。
私にだってオーラ力ぐらいあるわよ。怪我しても知らないから。スパイの疑いのまま生き延びるくらいなら死んだ方がマシよ。リムル、でも命がけって怖いことよ。いいわね。私がついててあげる。なんで？セントアドバイザー。さらにはその後は偶然とはいえウィングキャリバーのズロンも落とす。リムルすごいと喜ぶリムルファンには大変申し訳ないが、これぞチャムの力を証明した戦いと言えるだろう。その後チャムを乗せずに再度リムルはフェイの乗るレプラカーンと戦うが、言うまでもなくその戦いは散々なありさまであった。ハイパーチャム。戦場が地上へと移行してすぐにドレイク軍の聖戦士であるジェリルクチビが自身のオーラ力を制御できずにハイパー化、いわゆる暴走してしまう。その圧倒的なパワーにショーの乗るビルバインは寸でのところまで追い詰められるも、その危機を救ったのはチャムであった。チャムのオーラ力が放出されたその瞬間、戦場でショーに味方する者たちのオーラ力がビルバインへと集結され、ハイパー化したレプラカーンの力を凌駕したのだ。しまった！最後だよ！勝負だ！マムさん！やらせないよ！チャム！ショー！まさにハイパーチャムがハイパージェリルを凌駕したと言っても過言ではないのかもしれない。その後もミュージーポーの乗るズワースに苦戦するマーベルフローズンのダンバインを助けたり、ミュージーの乗るブブリーにビルバインが捕まった際もチャムの号令とともにショートチャムのオーラ力が増大され、ビルバインのパワーが上がりブブリーを交代させるなど様々な活躍を見せた。最終決戦でのチャム。最終決戦の途中でチャムはショーの元を離れシーララパーナの乗るグランガランへと向かう。いけない、シーラ様早すぎます。何、グランガランが特攻をかけたのか。エルどうしたの。シーラ様を止めなくちゃ。ドレイクも特攻確保したんだ。違うわよ。なんで違うって言えるんだ。ドレイクだってルーダやシーラ様と同じぐらいオーラ力があるのよ。ドレイクに騙されちゃダメよ。ダマしか。私グランガランに行く。俺もガラバの番がいるでしょ。残されたショーは単身黒騎士のガラバと戦うが、これまで黒騎士との戦いを優位に進めてきたにもかかわらず結果互角の戦いを繰り広げ、ショーのビルバインは黒騎士のガラバと共に大破してしまう。もちろん黒騎士のショーへの憎しみによる悪しきオーラが増幅していたというのもあるだろうが、やはりチャムがいなかったというのが気になるところだ。これまで黒騎士との戦いの際はほとんどの場合チャムが同乗していたため、チャムのオーラ力の分最終決戦ではビルバインのパワーが落ちたと言わざるを得ないのではないだろうか。ハイパーエルフィノ。物語の途中にショーのビルバインとトッドのビアレスが嵐の玉という世界へと飛ばされた際、トッドの乗るビアレスにエルフィノというミ・フェラリオが同乗したことがあった。その際はこれまでチャムがショーと同乗した時にも見られなかったほどの異常な演出がなされ、明らかにエルフィノの力によってビアレスがありえないほどのパワーを見せた。やれるのあんた。バカにしないの。なんだこっちのオーラバトラーは。ビアレスの光、何の光だあれは。トッド自身もエルフィノがビアレスを降りた後はあのパワーは一体何だったんだと言った旨の発言をしている。ちなみにエルフィノはショーのダンバインにも同乗したものの、トッドのビアレスほどのパワーアップを見ることはできなかった。チャムとショー、チャムとリムル、エルフィノとトッドというようにそれぞれオーラ力の相性というものがあるのかもしれない。もしトッドがあの国役の国ではなくシーラ様の名の国の聖戦士としてエルフィノと共に戦っていたのであれば、もしかするとショーとチャム以上の活躍を見せたのかもしれない。
もともとトッドはドレイクの野心やドレイクの指し示す未来に惹かれたのではなく、ママに楽をさせたいという功名心で戦っていたため、話の流れでは名の国で戦うという選択肢もおかしくはと一瞬思ったものの、ショーへのこだわりがある以上はやはり敵対するしかなかった運命だったのだろう。ミ・フェラリオがオーラマシンに同乗することで、その分のオーラ力が上積みされるのは間違いないものの、それがどれほどの力であるかははっきりしていない。ただし明らかにチャムがいなければ、ここまでのショーの活躍がなかったというのも事実であるのも確かだろう。以上がバイストンウェルの物語における真の聖戦士チャムファウの詳細である。当チャンネルでは様々なリアルロボットアニメの機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、リアルロボットアニメに関する企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。